皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、またね、新しい症状が出てきました。ほんま次から次へと出てきますわ。まあ、今回はね、前回までのその神経痛や水ぶくれややけどのような痛さじゃなくて、筋肉痛のような痛みなんですわ。しかしね、その痛みのね、出てくる部分っていうのはね、同じ箇所なんですよね。腰と太ももとね、ふくらはぎとアキレス腱の部分にね、ちょっと出てきてくれてます。出てきてくれてますってね、変な言い方ですけどもね。でもまだその新しい部分に出えへんかっただけでもね、ちょっとね、安心してるんです。というのもですね、その先月の末から僕は帯状疱疹にね、かかってまして、その座骨神経痛のようなね、鈍痛っていうんですかね、あれ鈍痛なんかな、まあ、鈍痛じゃないか、なんかこうズキーンってくる痛みがね、最初は左くるぶしから始まって、で上に上がってきて膝、そして左腰といったね、その最初はその関節からね、痛みがね、攻めてきました。で次はね、その水ぶくれがね、左膝側面にできてきて、でそこから上下に広がってきて、で主にまあ裏側のね、柔らかい皮膚の部分にね、その表面にね、発疹がね、広がってきました。広がってきたと思ったら、今度はそこがね、やけどのようなこの痛さもね、付け加えてきて、で常にピリピリヒリヒリしてる状態なんです。で今もね、ずっとね、もうピリピリヒリヒリしてます。でそしてまあ軽くね、むくんできました、足がね。でむくんできただけかなと思ったら、最初に痛くなってきた左くるぶしの周りがね、ブニブニしてるんですよ。まだね、変な感じで膨らんできてるんですわ。でもまたね、そのこれはね、このブニブニはね、むくみとは違う膨らみなんです。でそして今日は筋肉痛のような痛みなんですよ。ほんまにね、その筋肉痛のようにね、筋肉が痛むというか、まあその本気の筋肉痛ほど痛むんじゃなくて、張ってるというかね、まあ、軽い違和感ですわ。でほんまに痛いところをこう指で辿っていけばね、その全部筋肉やったんですよ。ピーってね、触ってきたらね、これはね、ほんまにね、筋肉が痛んでると言ってもいいと思います。まず腰にある筋肉から始まってね、お尻でしょ、で太ももがその裏側のハムストリングと言われているその筋肉と思います。そしてふくらはぎとアキレス腱から足の裏、まあ、こう何と言いますかね、踏ん張った時にこう使う筋肉でしょうね。でそして全て体に対してね、後ろ側の筋肉なんですよ。まあ、太ももに関しては外側の筋肉も張ってますね。あ、そうそう、太ももってね、大腿四頭筋というね、4つの筋肉があるんですけども、そのうちの一番外側にある外側広筋っていうところがね、張ってる感じです。でも競輪選手とかスピードスケートのね、選手らの体で特にこうバッてこう発達しているように見られる箇所があるじゃないですか。もうそこがね、張ってるんです。でほんでそこに関しては両足なんですよね。やっぱこう踏ん張るからなんでしょうね。両方にこう負荷がかかってるんでしょうね。でもふくらはぎとか足首とかに関しては右足はないんですよ。全部この左側のね、足にね、負担がかかってるなと思いますね。まあこのね、帯状疱疹が発症してから、まあ、今日でね、13日がね、経つんですけどもね、こう僕がいつもやっていた縄跳びとね、ウォーキングといったその軽い運動というのもね、ほんまにもう13日間ぐらいやってないので、まあ、普段から日常から使っているその筋肉がね、痛くなってるんでしょうね。まあ、これに関してはね、まあ、今日のこの後ね、皮膚科の通院なんですけどもね、まあ、別に聞いてくるようなことでもないからね、まあ、聞きませんけども、まあ、今日は特にその聞きたいのは、やけどのようなピリピリヒリヒリとした痛みですよね。あとはまあ今は収まってますけども、神経痛ですね、これが今後出てくる可能性があるのかとかね、他の患者さんで、まあ、僕のように白血病の骨髄移植での副作用合併症である GVHD で帯状疱疹になっている人で、この神経痛のね、この痛みがね、再び出てきた人はいるのかとかね、というのをね、聞いてきます。まあ、今そんな感じでね、その、まあ、主に帯状疱疹に苦しんでおります。まあ、そのようには見えませんけどね、痛みはそれなりに感じてるんですよ。これまではね、その口の中の粘膜障害で味覚障害になって、皆さんが感じられるまともな味付けの食事ができなかったりとか、その免疫抑制剤の関係でね、歯が溶け出して虫歯だらけになったりとかね、その白血病になる10年前に、
もうないですよ。治療してた銀歯が取れてしまったりとかね。でそんな状態なんで、まあ、食べるものをね自分なりに工夫した結果、ゆで野菜、ゆで肉、ゆで魚を味付けを一切せずにブレンダーでバーってこう潰したドロドロの流浄食を食べるようになりましたなどね、まあ、そんな生活をしてたんですけども、まあ、それもねこう習慣化してきてるので、まあ、皆さんからしたら非日常が僕の日常になっております。まあ、おかげさまで今のところはその免疫抑制剤の関係でね糖尿病になるのをね抑えれてますし、そうなんですよ、糖尿病になるんですよ、糖尿病になりやすい体になってるんですよ、その免疫抑制剤を飲み続けてるとね。でそれを抑えれてますので、割とねこうヘルシーな食生活をね過ごすことができております。まあ悩みをね解決する方法を試して見つけて、それが習慣化していったらね、もうそれが普通の生活になっているので、もうね体に関してはね何の悩みもなくなってきてたんですわ。まあこのままねこれが普通になってきているところでですよ、今回のようなね新しい症状が出てきてくれたので、こう生活の中にね刺激ができたと考えたらね、まあこう平凡な生活を送るよりもね楽しいかなとは思うようになりました。まあ、今はね帯状疱疹と向き合ってね、これを乗り越えたら明るい未来が待ってるので頑張っていきます。まあ、とりあえずこの後の皮膚科に行ってきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。